クリス。あのこと言いふらしてないんだね。あのことって何かあったっけ？ほら胸当てにあれを入れてることだよ。ああパッドか。大声で言わないで。お前の尊厳に関わるようなことをおいそれと言いふらせるか。いや別に尊厳には関わらないから。なんだそうなのか。じゃあ早速今夜あたり話のネタに。関わるから言わないで。冗談だよ冗談。嘘、目が本気だった。どうして私は口を滑らせちゃったかな。なあパッドの話はこの辺でやめておこうぜ。お前も居心地が悪いだろ。そうだね。で、お前は何をやってるんだ。胸当ての修理にでも行くのか。そうじゃなくて、いろいろと買い出し。この前のクエストでいろいろ切らせちゃったんだよね。へえ、その買い出し、俺も付き合わせてくれよ。別に構わないけど、どうしたの急に。ただの興味本位だよ。盗賊クリスが休日にどんな生活してるのかって。君が期待するような何かはないと思うけど。それでも構わないって。ほら行こうぜ。このスバポーション類はこれで OK っと。あとはは、私の買い物に何を期待していたわけ。盗賊ならこうこっそり取ったり。それは犯罪でしょ。あと駆け出しの冒険者から金を巻き上げたり。そんな人の道から外れたことしないよ。お前俺から金を巻き上げようとしただろう。あれはスティールを教えるためでしょ。それに人の道から外れることは君の専売特許じゃない。ほほう、専売特許ときたか。パンツを無理やり剥ぎ取ってお金を要求したのは誰。これです。みんなに見せびらかすために振り回したのは。それもこれです。君は本当に人なのかな。女だからカスだのクズだのゴミだの言われるんだよ。ゴミは言われたことねえよ多分。さすが悪名コレクター。すべてを把握するのは難しいみたいだね。変なあだ名をつけるな。さて買い物はこれで終わりだけど、盗賊クリスの休日はどうだったかな。何を言ってるんだクリス。休日の本番はこれからだぜ。ん？どういうこと？え？あ、いや、深い意味はなくて、ノリで。休日の本番はこれからだぜ。やめて！真似しないで！君といると本当に退屈しないね。俺褒めてないだろ。もちろん。あ、そうだ、今日はもう無理だけど、次機会があったら別の盗賊クリスの休日を見せてあげる。それじゃまたね。はっ。
胸当ての修理。違うったら。マナタイト製の杖から溢れる魔力、色ツヤ、肌触り、もうたまりません。今日もピッカピカに磨いてあげますからね。メグミンってほんとその杖を大事にしてるよな。道具というのは持ち主の心を映す鏡。こうして大切に扱えば道具も応えてくれるのですよ。その証拠にこの杖に変えてから爆裂魔法の威力がさらに上がりました。それは普通にめぐみんが毎日練習してるからだろ。それも当然ありますが、でも道具がいいと練習がさらに楽しくなります。そんなもんかね。アズマももっと自分の装備を大切にすることですね。俺結構大事にしてるつもりだぞ。その割にはチュンチュン丸を磨いているところ見たことがありませんけど。お前ほどじゃないけど手入れはちゃんとしてるって。あとチュンチュン丸言うな。なんでです？チュンチュン丸はチュンチュン丸じゃないですか。なあ、武器って名前変えられないのか。なんです？チュンチュン丸のどこに不満があるというのですか。え？全部ひどいです。それは俺のセリフだ。人の愛刀に珍妙な名前つけやがって。チュンチュン丸かっこいいじゃないですか。お前それ本気で言ってるのか。コウマ族のみんなが聞いたら羨ましがること間違いなしです。カズマはまだチュンチュン丸の名前が気に入らないです？で気に入らないってわけじゃないけど、最近は一周回って案外悪くないかもって気がしてきたし。そうでしょうそうでしょう。やはり私のネーミングセンスは間違いありませんね。なんならカズマの弓にも名前をつけてあげてもいいですよ。おいやめろ、本当にやめてくれ。よし、杖磨き完了です。さあ、ピカピカになったところで、カズマ！なんだ？早速、爆裂魔法を打ちに。お願いします。カズマがいなければ誰が動けなくなった私を連れ帰るのですか？もう分かったからしがみつくな。いいんですか？いいですね。やっぱりやわなしですよ。今日はそんな疲れてないし構わないよ。では早速向かいましょう。レッツ爆裂。どうやって報酬か、楽しみだな。お願いします、アクア様。まったくもう、どうして私がこんなことを。すみません。とりあえず二人とも怪我しないようにな。わかってるわよ。それじゃ、さっさと始めるわよ。はい。ちょっとあんた、あちこち焦げてない？あ、
バニルさんに殺人光線でお仕置きされてしまいまして。まったく、あんなのにやられっぱなしなんて情けないわね。すみません、あんな害虫みたいなやつにいつまでも舐められてたらダメよ。たまにガッとやり返しなさい。ですが、火は私にありますし。そんなの関係ないわ。悪魔とアンデッド相手なら問答無用で。浄化よ。へい！おい、その顔やめろ。リズが怯えてる。とにかく、このままやられっぱなしっていうのも尺じゃない。何かこう、いい感じにやり返す方法はないかしら。アクア様、先ほども言いましたが、火は私にありますので。うん、必殺技ね。え？あの害虫に一泡吹かせるには必殺技しかないと思うの。必殺技ですか？必殺技と言ってもどうすればいいんでしょう。そうね、どうしようかしら。とりあえず殺人光線をガードする結界っていうのはどう？霊気を使って氷の壁を作るとか。そんなことしてる間にお仕置きされそうなんですが。じゃあ普段から全身を霊気の結界で覆っておくっていうのは？生活にいろいろ支障をきたしそうです。注文が多いわね。それなら。行くわよ。ドリャー！できるじゃない。今の感じ覚えておきなさい。はい、アクア様。これであの害虫も運の尽きね。たっぷり反撃してあげるといいわ。楽しみ。ありがとうございました。教えていただきましたけど、今の技はちょっと。あんなの使ったらバニルどころかウィズの店、いや周りの一角が丸ごと消し飛ぶぞ。ご協力ありがとうございました。おや、佐藤さんじゃないですか。あれ、セナさん、こんなところで奇遇ですね。俺は割のいいクエストを探しに来ただけですよ。誰もそんなことを聞いていませんが。すみません、前から言おうと思っていたんですが、私を見て怯えるのやめてもらえませんか。まあ、怯えなければいけない理由があるというのなら仕方ないと思いますが。そういうところが怖いんですよ。ああ、すみません。仕事柄、いえ、佐藤さんを見るとなぜだかいろいろと勘ぐってしまうんです。念のための確認ですが、本当に何もしていないんですね。
もちろん俺はセナさんの信頼を裏切ったりしません。はい、私と佐藤さんの間に信頼関係などありませんが、とにかくこれ以上私の仕事を増やさないでください。お願いしますよ。覚悟はいいか、ダクです。ああ、いつでも大丈夫だ。お前に付き合ってもらった特訓の成果、しっかり見届けてくれ。ララティーナ、たまには一緒に飲まないか？ララティーナ、ララティーナ。おい、ダクネス、これはどういうことだ？特訓の成果が全然出てないじゃないか。それどころか前よりリアクションが面白くなってるぞ。私だって予想外なんだ。お前の時はそれなりにうまくいっていたのに。ララティーナ、いやー、やめてくれ。おい、もしかして場所が悪いんじゃないか？場所がどういうことだ？お前は冒険者として公平に見られたい、だから出世を隠してダクネスって名乗ってたんだろ。ああ、そうだ。ここは冒険者が集まる場所だから、本名への拒絶反応が家にいる時よりも色濃く出る。確かに家では冒険者として振る舞う理由があまりないからな。ダクネス、これはもう無理だろう。ここまで来て諦めるのか？お前はダクネスだが、同時にガラティーナでもある。それはコインの表と裏みたいなもんだと思うんだよ。表しかないコイン、裏しかないコインなんてない。どっちも必要だろ。つまりそういうことでいいんじゃないか？おい、なんとなく良さげな物言いで私をいい感じに丸め込もうとしてはいないか？じゃあこれからは外でもララティーナって呼ぶようにするわ。それは嫌だ。ララティーナ、やめろ。ララティーナ、本当に怒るぞ。トドのつまり私は耐えるしかないのだな。そんな思い詰めた顔するなよ。どうせみんなすぐに飽きるからさ。そうは思えないが。みんなが本名で呼ぶのはお前の反応が面白いってのもあるだろうけど、それよりもギャップのせいだと思うんだ。ギャップ？不器用で硬いのだけが取り柄のクリセイダーがララティーナって可愛い名前、そりゃ俺だって面白半分で呼びたくなるわ。結構ひどいことを言っているぞ。でもそれが事実だ、まあこの際だからぶっちゃけさせてもらうけど、お前がどう呼ばれようと俺の知ったこっちゃないんだわ。そんなだって名前が何だろうと、お前がお前ってことに変わりはないんだろ。カズマ、というわけだ。せっかくだし何か食っていこうぜ、ララティーナ。佐藤さん、ララティーナさん。
ご注文はお決まりですか？ララティーナさん、一杯おごろうか？ララティーナは本当に面白いな。にゃーん。生息地はここから遠すぎますし、近場の強敵といえばやっぱり冬将軍だと思うのですよ。カズマ、やられっぱなしでいいんですか？今こそリベンジの時なのでは？さあ立ち上がるのです。男を見せるのは今ですよ、カズマ！もう無視しないでくださいよ！うっさい！耳元で怒鳴るな！だいたい何が悲しくて爆裂魔法の練習なんてくだらないことに貴重な休日を使わないといけないんだよ！くだらない？今、爆裂魔法をくだらないと言いましたか？なあ、それがどうした？わかりました。もう練習には付き合ってくれなくて結構です。その代わり、カズマが爆裂魔法を認めるまで何時間でもその耳元で爆裂魔法のイロハをささやき続けますからね。おい、そういう精神攻撃はやめろ。トイレの時もお風呂の時ももちろん寝る時もずっと一緒ですよ、カズマ。わかったわかったよ、付き合ってやるから。なんです？随分と簡単に折れましたね。あの、カズマさん。よう、ユンユン、今日も一人なのか？今日もなんて言わないでください。ああ、悪い、会はなかったんだけど。実はですね、これからカズマさんのお家に行こうと思ってたんです。ああ、めぐみまだいるんじゃないかな。いえ、今日はカズマさんに用事があって。あ、でも外出されてるのは用事があるからですよね。でしたら今日じゃなくても。本当にいいのか？本音を言えばお話を聞いてほしいですが、でもご迷惑だと思いますし、ですから明日、あ、いえ、明後日でも。それでは失礼します。待て待て待て、暇で散歩してただけだから大丈夫だよ。え、そうなんですか？それで俺に用事って何なんだ？カズマさんってお友達が多いですよね。メグミンにアクアさんにダクネスさん、それに酒場にもたくさんいらっしゃいます。それでですね、カズマさんにお友達の上手な作り方を教えてほしくて。ダメですか？やっぱりダメですよね。そういうのってやっぱり一子相伝の技術ですもんね。いやいや、そんな大層なものじゃないから。俺が友達増えたのは成り行きみたいなものだし。それならなおさらすごいじゃないですか。友達
達を作ろうと思ってるわけじゃないのに、なぜか増えてしまうなんて魔法みたいです。あ、でもそれだとお友達を作る技術やコツはないということに。めぐみんだけじゃダメなのか。え、めぐみん？だからユンユンにはめぐみんがいるだろ。友達が欲しければあいつに聞けば。わ、私とめぐみんって友達に見えますか？うわ、近い、距離近いって。私、めぐみんと友達に見えますか？めぐみんと親友に見えますか？一生の友達に見えますか？私に友達がいないってバカにするので、めぐみん以外の友達も欲しいです。とは言われても友達の作り方なんて。お願いします、カズマさんだけが頼りなんです。わかった、でも少し考える時間をくれ。わかりました。あ、でも。でも、なんだろう。どれくらい待てばいいのかなって。こんなこと聞いちゃダメですよね。まるでせかしてるみたいですもんね。あら、カズマさん、お散歩ですか？あ、そんなところかな。ウィズは私もお散歩ですよ。本当は仕入れに出たのですが、いい商品がなかったんです。それにしても墓地をお散歩するというのもおかしな話ですよね。静かなのはいいけど、心が落ち着くわけじゃないしな。そうそう、墓地のお散歩は気をつけてくださいね。悪霊に取り憑かれでもしたら大変ですので。悪霊に取り憑かれたらどうなるんだ？取り憑かれてすぐでしたらアクア様に除霊してもらえば後遺症は何も残らないと思います。でも自我と魂を乗っ取られたら、除霊をされても元に戻るのは難しいかもしれません。もしカズマさんがそうなっても安心してください。私一応リッチーですので、私益という形ですがそばに置くことができますので。そうなったら毎日が楽しくなりますね。あれ、もしかして嫌ですか？ウィズと暮らすってことか？はい、そうなると思います。それいいかもしれないな。ではカズマさんがアンデッドになったら私と契約するということで。アクア、世の中間違ってると思わないか？急にどうしたのよ。だって俺たちは魔王軍の幹部を討伐したんだぜ。それなのにどうしてバイト生活なんかしなくちゃいけないんだ。どうやら今日はカズマがぼやき担当のようですね。まあそういう日もあるだろう。温かく見守ってやろうじゃないか。カズマってば、世の中にどんな期待をしてるのかしら。え、期待？
世の中の常識っていうのは強大な権力を持つ一部の人間の気分で作られてるのよ。そんなものがカズマの期待に応えてくれると思ってるの？ええ期待をするなら見返りがちゃんと見込める自分のそばにいる人にしなさいよ。その方がいいことの起こる確率が上がるし、心もぐっと楽になるじゃない。確かにそうかもしれないな。そうだわ、カズマにこの言葉を送りましょう。世の中に期待をするだけ無駄、期待をするなら何時の隣人にしなさい。だってその方が見返りが見込めるのだから。期待をするなら隣人に、その方が見返りが見込めるか。ねえどう？少しは気が楽になったんじゃないかしら。なあクア、俺の隣人に期待をできるやつがいないんだけど。こういう場合はどうすればいいんだ？それは。大丈夫ですか？ここのところ休みがないもので。今夜お食事でもどうですか？たまには息抜きも必要ですよ。お誘いはありがたいのですが、今日は都合悪く。あ、もしかしてとうとう恋人が？違います。今は仕事が詰まっているんです。あと、とうとうなんて言わないでください。悲しくなります。すみません。でもそうですね、恋人がいれば帰宅が真夜中になっても少しは疲れが取れるかもしれませんね。何かよからぬことを企んでいますね。行け！何を考えていたか言ってください。ほら早く。ちょっと待ってください、どうしてそんな威圧的なんですか？あ、すみません、疲れのせいか気が立ってしまっていて。いいですよ、根を詰めると体に毒ですし。それは分かっているのですが、私の仕事は誰にも任せられませんので。でしたらやっぱり恋人を。どうしてそうなるんですか？そしてなんで楽しそうなんです？恋人か。何です？私に恋人がいないことに何か問題でも？それが良くない。え、俺が言うのもなんですけど、確かに仕事はどうにもできません。本当にあなたが言わないでください。でも仕事が詰まってるからってピリピリしてていい理由にはなりませんよね。それは。それに心に余裕がない状態で検察官の仕事を正しくできるんですか？どう考えてもできないと思うんですけど。仕事の量をどうにもできないのは分かります。だったらプライベートをどうにかするしかないと思うんですよ。プライベート？どういうことですか？ズバリ言います、セナさんに今一番必要なのは恋人です。私もそう思います。セナさんには絶対に恋人が必要です。
だからどうして楽しそうにするんですか。仕事から帰ってきて玄関を開けるとそこにあるのは暗闇。それじゃあ疲れも取れません。でも恋人がいれば。おかえり。今日も疲れただろ。まず何する？ご飯？お風呂？それとも俺？もう疲れなんて吹っ飛びまくりですよ。はい、私もそう思います。だからどうしてそんな楽しそうなんです。そこで提案します。俺に恋人作りの協力をさせてください。大丈夫ですよ。悪いようにはしませんから。そういうのは自分で何とかしますから、余計な気を使わないでください。いえ、ここは佐藤さんの案に乗るべきです。どうしてですか。だって私、瀬名さんの疲れた顔を見ていたくありません。私は瀬名さんにもっともっと幸せになってほしいんです。ルナさん、それでどうします。わかりました。とても不本意ですが、佐藤さん、助力をお願いします。頑張りましょうね、瀬名さん。だからどうして楽しそうにするんですか。鍛冶屋に用って珍しいな。杖を磨くための研磨剤が切れたので買いに来ただけですよ。研磨剤ってこの前新しいの買ったって言ってなかったか。あれはもうなくなりました。毎日ピカピカに磨いていると消費が早いんです。随分とお高そうな。って500万エリス？素敵ですね。私もいつかはこういう杖を。お、浮気か。浮気とは失礼な。私はこの子を心の底から愛していますよ。でもそのお高い杖が欲しいんだろう。お前の杖への愛情もたかが知れてるな。カズマと一緒にしないでください。俺は武器を乗り換えたりしてない。武器ではなく仲間を乗り換えようとしてるじゃないですか。武器よりもタッチが悪いです。私やアクアがちょっと失敗したくらいですぐ新メンバーが欲しいとか言い出すじゃないですか。そう言われるたびに私たちがどれほど傷ついているか。それはお前たちの失敗がちょっとどころで済まないせいだろ。嫌なら少しは自重しろよ、ポンコツ。ポンコツ今ポンコツと言いましたね。さすがの私も聞き捨てなりませんよ。実際ポンコツなのは確かだろ。ポンコツにポンコツと言って何が悪い。そんなことばっかり言っているとカズマがパーティーから追放されてしまいますからね。それは困る。私たちはなんだかんだで力を合わせて頑張ってきたじゃないですか。その仲間をポンコツ呼ばわりするのはどうかと思いますよ。そうだな。それによく考えてください。カズマだって十分ポンコツじゃないですか。研磨剤を買ってきてしまいますね。あ、そうです。なんだよ。その杖買ってくれてもいいですよ。
ですね。なあめぐみ、そろそろさ、本気で上級魔法の取得を。嫌ですけど。作刀すんな。お前少しは失敗から学ぶってことをしろよ。ちょっと待ってください。確かに今日もジャイアントトードに捕食されましたけど、それの何が失敗だというのです。え、それお前本気で言ってる？私は爆裂魔法しか使えません。カズマはそれを知っていますよね。なあ、爆裂魔法を打ったらポンコツになるのもな。私は爆裂魔法しか使えない。そして使ったら動けなくなる。この2つはクエストに出る前から分かっていたことじゃないですか。だからなんだよ。ですから、事前に分かっていることを失敗の要因とするのは違うと思うのです。仮に今回の件を失敗とするなら、分かりきっていた事実を考慮して作戦を練れなかったカズマの落ち度だと思うのですよ。お前ふざけんなよ。それがカエルに捕食されているところを助けてもらった恩人への言葉か。ちょっと興奮しないでください。タオルが落ちちゃいますよ。ああ、それがどうした。むしろ落とすわ、率先して落とすわ。冷静になってください。そうしないとまたアクアに変なあだ名をつけられてしまいます。変なあだ名だと？それは困るな。まあ、上級魔法を取るのは無理ですが、カズマにはとても感謝しています。カズマがいなければこうしてお風呂でぬくぬくすることもできなかったんですから。はい、ぬくぬくです。